はい、どうもこんにちは。ヒロキです。はい、今日紹介する商品がこちらです。はい、チョコボールたくさん買ってきました。たくさんっつっても30個なんだけど、なぜチョコボールを買ったかというと、この走るキョロちゃん感が欲しくて買ってきました。はい、そうです、金のエンジェルを当てていこうと思います。今日は嬉しいと、マクドナルドマックの何だっけ、と一口タッフさってやつが発売されてたんで、これもうまそうと思って買ってきましたね。と、あと一口ケンタッキー、なんかね、マックとケンタッキー一口サイズのねやつに出してたんで買ってきたんですけど、まあどっちがうまいかなと思って、じゃまずこの最初ね、マックと KFC から紹介したいと思います。あ、そう、ポップコーンチキン、まずケンタッキーから。おお、すげえ、一口サイズのケンタッキー、いただきます。あ、うまっ、一口たつた、あ、うまい、これ。はい、どっちもうまいです。以上以上以上。はい、じゃあちょっとね、メインのチョコボールね、開けていきます。まあ絶対ね、金のエンジェル当たるんで、じゃあ1個目、記念です。1個目、記念。3、2、1、はい、外れ。2個目、3、2、1、チキン、外れ。まあね、ヒロッキー超運がいい男なんで絶対当たるんですよ、これ間違いなく。ほら、銀銀出ました、イエーイ、やった、当たった、やった、当たった。3、2、1、チキン、外れ。ほら、4個目でも銀当てちゃうっていうね、最強の運の持ち主だからね、これはもう金当たるでしょ。6個目、シュイーン、外れ。さあ、10個目、当たります。シュイーン、外れ。全然当たんねえじゃん。全然当たんねえじゃん。外れ。15個目、はい。外れ。やばい、全然当たんねえじゃん。20個目、外れ。23個目。おっと、銀。銀かい。やばい、もうラスト1個だ。俺は、これにかける。俺は、最後の、チョコボール。俺は、当ててみせる。ヒロッキー超運がいい男なんで絶対当たるんですよ、これ。まあ、絶対ね、金のエンジェル当たるんで。当たんねえじゃねえか。30箱買ってきたんですけど、当たったのはね、銀2つでした。おかしいな、当たる予定だったんだけど、ヒロッキーのね、理論上ではね、30個買ってね、当たる予定だった。まあいつかね、チョコボール1000個買って金のエンジェルをね、当ててみたいと思います。やべえな、これだけじゃカットしたらほとんど使うとこなくなっちゃうからな。先週ね、もうね、なんかね、作る系のお菓子買ったんだよ。実験スライムゼリーっていう、これを作ろうかなと思う。うん、はい、じゃあ作ります。作り方、まずこれになんか入ってるんですけど、これにこのこっちに水を入れて、このなんか緑色のやつと混ぜるらしいんで、やっていきます。はい、入れました。で、水を入れる、で混ぜる。粉が溶けて緑色になるまでゆっくり混ぜましょう。で、2
あー、なるほどね。あ、これ切り取らなかった、切り取らないといけなかったんだね、初めに。いやー、いける、ヒロッキーならいける、ヒロッキーならいける、ジャバーンならなくてヒロッキーならいける。いけたー、イエーイで、トロトロの素をで、で、なんかこの作った、さっき作ったなんか緑色の泡っぽく見えるんだけど、これをなんか入れるらしいです。おお、ピンクになった、魔法の粉や。で、粉がピンクになるまでゆっくり混ぜましょう。どうなってるっけ。はい、ピンクができました。で、こいつを入れるらしいです。こいつを入れて100回以上混ぜて完成らしいです。100回以上混ぜたらなんか30センチぐらい伸びるらしいですね。はい、完成しました。30センチ以上伸びました。はい、終わり。これでいいかはい、今回の動画終わり、これで終わります。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。イエーイはい、うんじゃあまた次の動画で See you! Bye! Bye!